番手21番トヨタ高木レーシングチーム古谷優雅、20番手9番 SED ヒロテックス三宅敦史、21番手33番チーム元山奥住自衛、以上の21台、周回数は25周です。ローリング最終セクションから立ち上がってきます。落とせ落とせという指示がありますが、スタートは切られるかどうか。シグナルはブラックアウト。スタート1コーナーに向かってフォーワイドでなだれ込んでいきます。ホールショットは佐藤蓮が取りました。しっかりとキープをしています。佐藤蓮がトップ、2番手には佐々木大輝、3番手に名取、4番手に三村壮太郎が上がります。4番手に三村が上がる。そして5番手には高橋春之ついていきます。トップ5がまず一段を形成しています。そしてその後ろではサイドバイサイド。さあ1台止まってしまったドライバーが今再スタート、宮城俊介か。1コーナーで止まってしまったドライバーが再スタート、ホームストレート。あー、宮城はもうこれ以上レース続行はできません。1コーナーのイエローは撤収されました。佐藤蓮が昨日の予選と同じく頭一つ抜け出した。後ろが名取、佐々木、あー、そして3コーナーで高橋春之、三村壮太郎のインサイドに入って4番手に浮上。三村は5番手、しかしぴったりとつけていきます。6コーナーでは先ほどから6番手争いがサイドバイサイドを繰り広げておりますが、山田入りと富田あるが最終の9コーナーでもやってます。どうだ、山田入りが前に出てきました。山田入りスタートダッシュいいですね。11番手スタートからですよ。しかし1コーナーではまたまたアルガも来るし、山田入り後ろから水野幸喜も来るし、さらに武井春人も来ています。ルーキー勢もいよいよ茂木の悔しさを晴らす時がやってきたでしょうか。6番手争いから後ろが第2集団となりました。トップ5は押しも押されもしない最高峰歴十分のドライバーたちです。ホームストレート佐藤蓮の後ろから BS 勢がペースを上げてきて、ファーストテストは高橋春之が取りました。トップは佐藤蓮のまま、2番手3番手がテールトゥーノーズになっています。名取哲平も昨日は勢いがあったが、佐々木がインガは飛び込んでいく。6コーナー佐々木大輝インサイド飛び込んで BS 勢最上位、佐藤蓮を追う係を買って出ました。この辺りこの3人が、まあ、あの佐々木大輝はこの3人の勝負だと言っているんですけども、協力し合って前を追っとしたらめちゃくちゃかっこいい。さあ1コーナーのところでは高橋春之が3番手に浮上。名取は高橋の後ろにつくことになります。佐々木大輝は BS デー同士の戦いになることは昨日の段階で明言していました。名取をどう抑えるかが課題だというような話もしていましたが、さあそれより先にもう佐藤蓮が苦しいぞ。佐藤蓮は自己ベストを叩き出しているんですが、後ろの佐々木の方が0コンマです。はい、最終コーナーから立ち上がってくる。今回アドバンテは苦しいか。序盤ですでに気づいたアドバンテージを削られていきます。佐藤蓮、昨日の予選はこれが終盤だったからなんとか持ちこたえましたが、今回はまだまだ序盤の段階で追いつかれてしまいました。現在6周目です。6コーナーからもういつ行かれてもおかしくないような状況。佐藤蓮中盤から後半に持ちこたえるような、そんなセッティングを施して序盤は我慢ということか、ともいっぱいいっぱいか。1コーナー、ここでは動かない。トップ5の顔ぶれはベテラン同士の戦いです。そしてあっとカーナンバー22番、止まってしまいました。これは堀尾風磨、これ焼けましたね、この止まり方。堀尾風磨は決勝ここでリタイア。6コーナーのところでは6番手以降の第2集団から富田アルガが抜け出しています。その後ろには水野幸喜、そして山田入り、木本大河といったところが続いています。そしてそこからさらに離れまして、第3集団のトップ争いは
サイドバイサイド、森山統制と奥住自衛が1コーナー入っていく。奥住自衛がワンポジションでアップ、そしてトップ入れ替わり。3コーナートップ佐々木大樹飛び込んでいった。佐藤蓮はなんとか6コーナーインサイドで踏ん張るが、アウト側から高橋有幸が来る。これは高橋が前に出ていく。トニー勢がワンツーになった。佐藤蓮は苦しいが、しかし三村壮太郎がしっかりついていってることを思いますと、これはどうか。佐藤蓮後ろを振り返ります。後ろには名取哲平がいる。1コーナーから2コーナートップ5、メンバーは変わりませんが入れ替わりはあります。今日は比較的タイヤには優しいと言われている、摩耗はあまり気にしなくてもいいと言われているサーキットですが、中盤から後半タイヤに熱がこもってきた段階でどんなポテンシャルが出るか、滑り出した状態でどう戦っていくかというのは、もうこれはもう25周走ってみないと分かりません。トップ5、この後どういう展開になるのか。佐藤蓮もスリップストリームを使ってトップ2からは離れずついていく。6番手には富田春が、7番手には水野幸喜、8番手山田入り、9番手の井本大河まではそれぞれ単独になりました。10番手争いが今3コーナーに向かっていきます。さあ、そして3コーナーのところでは高橋有幸が佐々木大樹の前に立っていく。高橋有幸結構アグレッシブですね。昨日の予選でも佐々木大樹のインサイドついていって、佐々木がそれを戻すというバトル、一バトルありました。高橋有幸はここで前に出ていきます。これで早くも10周終了です。さあ、そして3コーナーでは佐藤蓮がそれを戻していく。佐藤蓮ペースが上がってきたかどうでしょうか。さらに後ろから名取哲平も6コーナー大外からクロスを取った。名取哲平3番手に浮上。これはうまい。本当に自信を持っている名取です。いろんなところでバトルが起きていますが、トップ集団から目が離す。これは11周終了。1コーナーではそれぞれのクのラインです。トップには再び佐藤蓮、2番手3番手には、おお、そして後ろからインサイド名取哲平、今度は3コーナーで高橋有幸が行く。後ろから三村壮太郎もアプローチをするが、これはダメ。前が完全に2ワイド。今度は高橋有幸が6コーナーでクロスを取っていきます。激しい。しかしこのバトルで前からちょっと離れたぞ。最終コーナーから立ち上がってきて、佐藤蓮の後ろには佐々木大樹がついていく。まだまだ分かりません。そして6番手争いが後ろからだんだんと追いついてきています。3コーナー本場一番の抜きどころ、トップ5が駆け抜けて、6番手の富田と7番手の水野幸喜がだんだん追いついてきた。この2人が飛び込んでくるとまたこれ展開分かりません。茂木では完全にベテランが第一集団を形成し、ルーキー勢は後ろの方バトルをするといったような展開でしたが、本場はまた違ってきています。タイヤメーカーのデータも去年は1年目ということで手探りだったのがだんだん揃ってきた。さあ、3コーナー佐々木大樹インサイドにマシンを振る。ダンロップの前で抜いていきました。佐々木大樹トップ浮上。さあ、現在トップ5はブリヂストン横浜、ブリヂストン、ブリヂストン横浜という状況。その後ろでは富田有賀を水野幸喜がかわしました。マックスカテゴリーからいきなり最上位カテゴリーに上がってきました。水野幸喜も気を吐いています。今回出場できなかった佐藤の分まで前を追っていきます。残り周回数は11周、15周目に入っています。トップ5、お互いを意識しながら走っているからかペースがさほど上がらない中、水野幸喜や富田有賀などはさあペースを上げて前を追っていく形になりました。残り10周、中盤のバトルがそろそろ終わって最後は外に向かってということになります。1周36秒台のバトル、
さあ今度は3コーナー動いたのは名取哲平、3番手に浮上。さあこれはどうする。後ろからは先輩三村宗太郎も来ています。茂木ではワンツーを飾ったこの2台が今は4番手5番手表彰台圏外へとドロップをしていますが、まだ分からない。トニーカートが駆け抜けていく。 OTK の新しいフロントフェアリング、空気抵抗を非常に意識したというこの斬新な形のフロントフェアリングがここから威力を発揮するかどうか。空気の流れを整えていく、奇抜にも見えるこのフロントフェアリング。佐々木大輝はまあまあまあって感じでしたが、高橋晴之は確かに効果があるというコメントを出していました。最終コーナーから残り周回数8周。これは佐々木と高橋のガチバトルになるかもしれない。3番手の名取哲平、より安定の三村太郎の方がスピード的にはいいんですが、これもどうでしょう、抜けるかどうか。後ろからは水野と富田がいよいよ前に近づいてきた。踏ん張りどころになってきた。タイヤの状況はどうなのか。ずるずると滑るようになってきた時に車の構造の違い見えてまいりますが、コーナーのところのブレーキングでは普通頭一つ抜け出しています。ブリヂストン同士の対決になると読んでいた佐々木大輝の読みは正しかったか。そうなった時に昨日好調だった名取哲平をどう抑えるかが鍵であると言い切っていました。トニーカートとビレラートの戦いになっています。トップ3ですが、トップ2はトニーカートがワンツーで抜け出し始めた。最終セクションから立ち上がり、ナトリのペースがここに来て上がらない。3番手ナトリがですね、もっと前に追いついてくればこれまた分からないんですけども、わー、トニー高橋晴之も悩みどころですね。どこで佐々木大輝に仕掛けるか。もちろんトニーワンツーっていうのはですね、もうあのチームにとってもお互いのドライバーにとってもいいことなんだけど、前回の第1戦でアドバン同士がここでやり合って当たったらどうしようって三村宗太郎が思ったような、そんな思いも当然よぎっているでしょう。現在2番手の高橋晴之、仕掛けるのかこのまま行くのか。3番手以降が追いついてこなければ考えててもいいけど、3番手以降が追いついてきたらまだまだ分かんない。さあ4番手5番手がちょっと離れ始めたか。アドバンが苦しくなってきたか。佐藤蓮と三村宗太郎が後ろの水野幸喜と富田アルガに捕まります。さあ残り周回数4周。佐々木大輝と高橋晴之はまだ動かない。当然です。ここで動いたらもう音も子もありません。名取哲平はそんな2人をひたすら追う。後ろの横浜の2人はなんとかそこに食い下がって、そしてその後ろのルーキー水野とイケイケ富田が前の三村宗太郎にどっかで仕掛けていきそうな雰囲気。最終コーナーから立ち上がって残り最後に1バトル2バトルあるか。トップ2の間に隙間が広がってきた。次のまばら大会は欠席だから、開幕戦2回連続表彰台に立った佐々木大輝はこの本庄でも同じように上位の獲得をしておきたい、そう言っておりました。さあそして3コーナーでは水野幸喜が三村宗太郎をかわしました。水野幸喜が5番手に浮上。富田アルガも行きそうなぐらいの勢いです。残り周回数2周。さあ高橋晴之もしかしまだついてく。ぐいぐいと引き寄せられていきます。連結走行になった時にこのフロントカウルの威力発揮されるのか。ついつい3コーナー高橋アウト。佐々木がインサイド守った。佐々木はここで来ると読んでたか。すごい勢いでインナー
リゴリヒマが守ってる。後ろから追いつく。クロス狙いのドライバーがだだれ込んでくる。3コーナーはどう？3コーナー、トニーの2台はインナーアウトからナトリ、これはアウト。ナトリはもうこれで行くしかない。後ろから佐藤レーン、6コーナーどうだ？サイドバイサイド、佐藤がクロス、佐藤がクロス、トップは佐々木、2番手で勝ちたんだってどうだ？9コーナー勝負、あー前に出ていったのはナトリ、佐藤は及ばない。最終コーナーから立ち上がり、佐々木大輝、高橋、あー、そして佐藤レーンだ。最終コーナーからの最後のダッシュ、ナトリが前に出ていったんですが、その後の最終セクションでなんと佐藤蓮がギリギリ3番手滑り込みました。そして水野幸喜も今シーズン最上位になります、4番手。5番手にはナトリで、6番手に富田春が、もうこの辺り水野とったにとってはもうベストですよね。水野幸喜も点は新人の洗礼した感じのレースになりまして、第2集団以降に沈んでおりました。5番手にはナトリ、6番手富田となりました。さあここからです。ここからですね、車検場におきまして、先ほどもお伝えしましたフロントフェアリングの確認が行われ、重量計測が行われまして、トップ3が確定をいたします。この後は確定した順位によって暫定表彰が行われます。まあ、確定といってもあくまで暫定ですけれどもね。さあですので皆さん、どうぞこの後は表彰台の方へご注目をいただきたいと思います。上位のドライバー結構入れ替わりがありましたが、とりあえずこのフロントフィアリング規定に引っかかるドライバーがいないことを祈りましょう。以上 OK クラス第3戦の決勝でした。